神曲来たー、フォードモエシティ。でてて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 てどんどんどん。いや、もうこの BGM 大好きなんですよね。ポケモンシリーズの中でも2番目に好き。1番目はカイナシティ。一時期フォードモエシティのヒカキンマークずっと見てたな。ムラ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 ムー、パンパンパンってやつ、あれ面白かったな。お前らが神連れの話で取れなか、わしがこの場所のジブリだ、ヤーコンだ。歓迎なんかしないぞ。何しろ足を下ろしたせいで捕らえていたプラズマ団が街中に逃げてしまったからな。面倒だな。足を下ろしてくれて感謝してますけど、それとは無関係ですよね。なんとでも言え。大事なのはお前たちが来た、そしてプラズマ団が街中に逃げていったということだ。自分でも強引だと思うが、お前らをプラズマ団を探せ。凄腕のトレーナーなんだろう。普通にめんどくさいな。プラザマを見つけ出したらジムで挑戦を受けてやるぞ。人生はギブアンドテイク。いやいやいや、ちょっと待って、ジムで挑戦は受けろよ。普通に何勝手に条件出してんの。それがお前の仕事でしょ。全うしろよ職務を。あ、いたいた、こんなところに。お前たち、もっと私をくるめ。寒くてかなわないぞ。ちょっと待って。これ全部女隊員じゃない？何こいつ、なんで冷凍コンテナでハーレム作り上げてんの？いいなぁ。俺もシチケンジンなろうかや。夢の景色すぎる。というわけで俺たちが、男かい。全言撤回。トラブルダークネスかと思ったら、ガチムチレスリングだった。弱い。いやもうチェレンがさ、 HP も PP も全部回復してくれたから、もう本当に敵がいないわ。やっぱり持つべきものは友達だな。いやだってもうこの先積む未来が見えないもん。ギーマがちょっときついぐらいかな。こんな寒いところに身を潜めていたとはな。お前たち、このポケモン泥棒を連れて行け。ラジャー。こいつらもようやるわ。俺寒いのマジで苦手だから、こんなところ3分もいられないだろうな。っていうか、あれか、七賢人との戦闘はないのか。今回さすがに戦うかなと思ったけど、いつ戦うことになるんだろう、七賢人とは。いや、これ単純に幹部が7人いるってことでしょ。いや、だるいな。7人全員と戦うのか。お前たちちょっとはやるな。さて、約束だ。俺様のジムに挑戦しに来い。7連戦じゃなければいいけどな。やれやれ。プラズマ団の理想、それはポケモンの量が離れられるであること。だってこの世界からポケモンがいなくなることと同じじゃないか。まったく、面倒な連中だな。年が寒いから外に出るよ。チェレンも寒いの苦手なのかな。やっぱルイは友を呼ぶって言うしな。俺とチェレンの友情は一生ものだからな。それはそう、まるでこれ、溶けない氷のように。この友情だけは、形を変えることはない。待ってよ、チェレン。寒がり同士おしくらまんじゅうしようよ。何度聞いても神曲すぎる。ホドモエシティのマッド作ってほしい、俺で。てて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 てつってん、ドクテンドクテンドン、ダンダンダン。あ、めっちゃ人いる。ヤーコンさん、はじめまして。私、プラザバダのゲーチスと申します。お世話なさ同士を引き取りに来ました。いやいや、礼はいらんよ。あんたの仲間がポケモンを奪おうとしてたんでね。親子会が同じじゃないか。ヤーコンとゲーチスの声、声優一緒かもしれん。わしは正直者ゆえ言葉遣いが悪い。それに反してあんたの言葉は綺麗だが、どうもきな臭くてな。で、何だと言うんだ。プラザバ団としてもホドモエシティに興味がありまして、ここにいる以外にもたくさんの部下がいるのですよ。あ、ゲーチスはあれだ、なのですみたいな喋り方するから、日暮らしの羽生みたいな感じかもしれん。俺が勝手におっさんだと思い込んでいただけで、心は女の子なのかもしれない。ではそちらの七賢人を引き取らせていただきます。ゲーチス様、ありがとうございます。良いのです。共に王のため働く同士、同じ七賢人ではないですか。それではまた皆さん、またいつの日かお会いすることもあるでしょう。意外としっくりくるな、ゲーチス。こっちだったかもしれない、ゲーチスの声は。やっとキャラが確立された。ヤーコンって何タイプだっけ。鋼、あ、地面か。
それにしてもあのゲイチス、ただものじゃないって感じだ。まあなあ、あの身なりであの喋り方だからな。まあ驚くのも無理はないよな。声のイメージが違いすぎるもんな。俺もびっくりだわ。奥行きな、何このジム、ペラペラじゃん。ハリポテか。なんかイメージと違う。めっちゃ小綺麗。なんかもっとドキュンの就職先みたいな場所かと思ってた。あー、これこれ、これがないと始まんないわけ。あー、キュッキュッにやってやがる。ありがてー。地面タイプね。俺ヤーコン鋼のイメージあったんだよな。ドリューズ使うからかな。ん、あ、下に行くのね。なるほど。はい、あ、だからハリボテなんだこのジム。下に深いんだ。ふっか、土臭そう、めちゃくちゃ。さて、まあ普段はね、ジム戦はだいたいカットしちゃうんですけど、まあ今回はね、あえてカットなしで攻略風景見せていこうかなって思います。まあそんなね、苦戦するような場所もないと思うんで、ただただ戦闘画面を垂れ流すだけになっちゃうかもしれませんけど、いや、あのパート2ぐらいの動画で、皆さんね、コメント書いてくれたらいつかね、動画で触れたりするんで、よろしくお願いしますみたいなこと言っといて、一つもコメント返してないんで、いや、そろそろね、いい加減ちょっとコメント返そっかなと思ってっていう感じで、うわ、誰落とせないんかい。落ちろ落ちろ、混乱ダメージでガー。これがね、めんどくさいんですよね。普段こういう戦闘全部カットしてるんで、こんな風にもがいている姿も見せることはないんですけど、まあポケセン縛ってて何が一番しんどいかっていうのはやっぱり PP なんですよね。 PP がないと技が打てなくなっちゃうし、で技が打てなくなっちゃうと結局悪あがきでね、自分の HP も削られていっちゃうんで、できればね、さっきみたいなミリ台はなくしていって、今回みたいにワンパンでね、ポケモン倒せるようになっていきたいんですけどね。ちょっとノーカットで攻略するって決めたんで、喋り続けないといけないのが辛いんですけど、まあたまにはね、今回みたいなダラダラ喋るだけの回があってもいいんじゃないかなっていうことで、まあのんびり見ていただけたらなって思います。決してね、編集がめんどくさいからじゃありませんよ。断じてね、この一種の中心で愛を叫ぶという動画を一本投稿するのに、大会動画一本編集するのと同じぐらいの時間がかかるから、編集点を少なくしようと考えてるわけじゃありませんからね。ありませんけど、まあね、一緒の中心で愛を叫ぶ、全然更新されないじゃんって、よくね、コメント欄でも書かれるんで、まあ、そういう理由から、ちょっと更新頻度が遅めになってしまうのは、お許しください。すいません。いやもうね、これね、大げさじゃなくて、一緒の中心で愛を叫ぶを一本投稿する時間があったら、通常回の動画7本投稿できちゃうんですよね。だからちょっと、月1ペースぐらいになっちゃうと思うんですけど、どうか今後とも一緒の中心で愛を叫ぶをよろしくお願いします。っていうのが、まあ一つですね。ちょっと更新頻度なんとかなんないのかっていうコメントがあまりにも多かったんで、ちょっと真っ先にね、触れさせてもらいました。すいません。で、次にね、多かったコメントが、なんでメロイトがそもそも好きなのっていうコメント。メロイトのどういうところが好きなのっていうコメントですね。いや、これはね、一言で言うと、全部ですね。いや、本当に全部好き。見た目ももちろん大好きだし、あとね、種族値も好きなんですよね。戦闘中に攻撃タイプと特殊タイプに姿が変わるのもかっこいいし、いやでも本当好きなところ挙げたらもうキリがないですね。まあただ好きになったきっかけを話すとすると、ちょうどその頃ね、僕ポケモンから離れていたんですよ。みんなもね、人生で一度はあると思うんですけど、ポケモンから離れる時期が、なんかこう周りの人みんながさ、いやいやポケモンって子供のものでしょみたいなさ、空気になって、なんかポケモンを続けていることがちょっとね、恥ずかしくなってしまって離れてしまう時期が誰しもね、あると思うんですよ。僕はね、ちょうどそれがこの BW の時期で、ま、だからこそ今僕全く記憶なく BW やってるんですけど、そんな中ね、映画の告知でふとね、メロエッタの姿を目にしたんですよ。あー、なんだこんなに可愛いポケモンがいるんだって。でまずはね、アニポケでメロエッタがゲストで登場していたんで、アニポケを見始めて、でそっからね、映画を見に行ったら、おやめ映画館のメロエッタが劇場でもらえるっていうのを聞きつけて、DS 持って映画館まで行って、で、帰り道にパンフレットとグッズとぬいぐるみを買って帰って、まあ気がついたら、恋に落ちていました。いやまあだからメロエッタはね、僕がポケモンを続けるきっかけをくれた子なんですよね。まあ結局ね、もしかしたらメロエッタがいなくても、僕本当にポケモン心から好きなんで、
続けていたかもしれない。でもね、同じようにメロエッタがいなかったら僕はね、ポケモンを再開することもなく、なおかつね、今このようにね、実況プレイをすることもなく生きていたかもしれない。もうこれはわからない。シュレリンガーのメロエッタでもね、少なくともあの時点でメロエッタがいてくれたからこそ、僕はあの時点でポケモンがまたね、好きになれたし、メロエッタがいてくれたおかげで、もともと好きだったポケットモンスターがもっともっと好きになれたわけですよ。僕にとってのね、メロエッタっていう存在はそのぐらい大きな大切な存在なんです。僕はこのぐらいメロエッタのことが好きなんです。だからね、なんかコメント欄でもメロエッタで抜いたことありますとか、好きだった子がメロエッタに似ていたからしこり散らしましたとか、そういうコメントしてるやついますけど、一緒にしないでください。メロエッタはあなたたちのオナホールじゃありません。やめてください。いや、なんかもっとこう、しこるなら、カミツレとかでしこってくれ。せめて人間でしこってくれ。怖いわ。ポケットモンスターでしこるな。怖い。あとね、メロエッタがもらえるキャンペーンで、メロエッタに8万円分投資したっていう話をしたんですけど、じゃあ逆に、何円までだったらメロエッタに払えるのっていうコメントもありまして、で、いろいろ考えたんですけど、上限ないですね、多分。10万円払ったら、今すぐ剣立てにメロエッタを登場させてあげるよって言われたら、多分ね、10万円払っちゃうと思うんですよね。おー、すごいな、このエレベーター。どんだけ下行くの？出勤大変じゃない？これ。めっちゃ耳キーンってなりそう。いや、僕、まだ東京に住んでいた頃に、こういうエレベーター仕事で乗ったことあるんですけど、マジで地獄だったなぁ。こう50回ぐらいまでさ、エレベーターで登っていくから、いつも耳キーンってなって。いや、でも、どっちかというと、メイドインアビスの世界ですよね。ナナチは可愛いですね。こう登った頃には、全く違う姿になってそう。さあ、行くぜ、アーコアン。まあ、特に作戦はないけど、エコーボイス連打で勝てるんじゃないか。いやね、メロエッタのメイウェポンが全部ドリューズに対して半減なんですよね。で、ヤーコの手持ちが3匹なんで、ドリューズが出てくるまでに、エコーボイスを最大火力にしておきたい。まあでもほら、レベル差もさ、もう10ぐらいあるから、楽に勝てるんじゃないか。やっぱり、1匹縛りをしているおかげで、メロエッタに全部経験値が集中するんで、レベル差は自然とエグいことになりますね。諦めろ、ヤーコ。どんな手を使おうがお前は俺には勝てない。え？危ねえ、よかった、ビビった。ルカできてる？危ねえ！焦った。ニセトロ止まった。汚ねえぞ、ヤーコン。リアルのプレイヤーにダイレクトアタックしてきやがった。焦った。録画データ吹っ飛ぶかと思った。よかった。このジジイ、勝ちに貪欲すぎる。勝利のためならどんな手段でも使う。マジかよ。確かに今の、録画データが全部吹っ飛んだら、俺の精神的ダメージは相当なものだっただろう。俺が喋り続けてきた数十分が無駄になるわけだからな。コメント返しコーナーが永遠の幻となるところだった。さあ出てこい、最終決戦じゃ。エコーボイスはこれで4回目。まあ最高打点ではないけれど、それでも相当な火力は期待できるんじゃないか。おいおい、それは悠長な爪研ぎじゃないか。お前はこのターン死ぬんだよ。くたばり散らせ。これが4発目のエコーボイス。ああ、ギリギリ届かない。これ5発目だったらいけたな。ちょ、ひるむなよ。メロエッタ、頑張れ。どんぐらい入る？ああ、全然少子。少子全般でした。さよなら。オッケーイ。これでジムバッジ5個目？もう折り返し地点超えたよ。あと誰だ？フーロと、ハチクマンと、アイリスか。え、やば！え、もう終わりじゃん !BW。全クリしちゃう。なるほど、気に入らないな。年齢の割に堂々たる戦いっぷり。お前の才能を見出す人間がいるのも分かるってもんだ。ふっ、こいつを持ってけ！やっと、雑談してたら、ジム超えました。いや、ほんとはもうちょっと、いろいろ話したかったんだけどな。ちょっとここにいるトレーナーがみんな歯応えなさすぎて、喋りがいがありませんでした。ま、それだけね、僕とメロエッタが強くなりすぎてしまったということですな。え？ああ、何このおっさん。別にいらんし。な、こいつ。どうせメロエッタ覚えられないし、岩落としとかでしょ。いらね。捨てとけ。うわあ、耳キーンってなる。これこれこれ。東京にいたこと思い出す。
もしくはメイドインアビス。いや、ここにいる人たち大変だろうな。毎日毎日お疲れ様です。お勤め。僕はここでは絶対に働けないですね。さて、じゃあ最後にね、ホドモエシティの神曲聞いて風呂のいる街を目指しますか。まあまたどうせチェレンがストップとか言ってくるんでしょうけど。あー、マジでいい BGM。 本当に夢だわ。この BGM で俺のオートマットを作ってもらうことがまた一つ増えてしまったな。俺の夢が、俺の夢はメロエッタ一匹縛りで電動医療すること、そしてホドモエシティのオドマッドを作ってもらうこと。ホドモエシティのオドマッドを作ってもらうまでは俺も実況プレイ続けないとな。あとはストーリープレイ中に色違いに遭遇すること。僕人生で一回もストーリープレイ中に色違いに出会ったことないんですよね。なんか BW 他のゲームに比べてエンカウント率えぐいから、なんかな、メロエッタの奇跡で色違いに出会えないかな。てか何気にベルちゃんと戦うのめっちゃ久々じゃない。いつぶりかももう覚えてないや。だいぶ久々な気がする。てかエコーボイスの PP がもうないや。これめっちゃ強いんだけど、最初の方威力やっぱり弱いからたくさん PP 使うんだよな。その分ここぞっていう時に使うようにしないとな。まあベルちゃんはね、このままエコーボイスを A ボタン連打してるだけで勝てると思うんで、まあ、さっきのコメントの話にちょっと戻りますか。何の話してたっけ。あ、なんかメロエッタになら何円まで払えるかっていう話。別にそんな僕お金持ってるわけじゃないですけど、でもメロエッタのためだったら貯めます。じゃあ仮にね、メロエッタ VMAX っていうカードがあったとして、そのカードが世界大会の優勝者にしか配られない幻のカードだったとして、1枚あたりのね金額が120万円を超えていたとしても、貯めます。貯めて買います、必ず。だってね、好きなもののために労働ができるんですよ。私服じゃないですか。貯めます。まあそれで言うとね、ここ最近のメロエッタ散財エピソードを話しますと、ポケモンガオーレっていうねゲームがあるんですよ。あのゲームセンターに置いてある100円を入れると1回遊べて、で1回遊ぶとなんかポケモンのねカードみたいなやつがね1枚出てくるゲームがあるんですけど、まあ、そのゲームにね期間限定でメロエッタが登場するっていうことで、僕はもうね急いでそのゲームセンターに行って、メロエッタが出るまで絶対に帰らないぞって遊んでたんですけど、そのポケモンガオーレっていうゲームのゲーム性がマジでクソで、メロエッタが出るまでに2万円を使いました。だけど後悔はしてません。だってガオーレのメロエッタ可愛かったから。なんかみんなも調べてみてください。 YouTube でガオーレメロエッタって多分出てくると思うんで、動画が超可愛いんだ。メロエッタすごい画質綺麗だし、ポケモンガオーレ。まあただね、特定のポケモンを狙っただけで2万円が解ける闇のゲームなんで、皆さんはねポケモンガオーレで遊ぶ際はあんまりのめり込まないように十分気をつけて遊んでくださいね。マジで財布の中身が一瞬で蒸発するんで。全然反応ないな。あ、来た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 。電気石の洞窟なの。これなんかバリア張ってあるんだけど、ヤーコンさん、なんとかしてください。あのヤーコンさんが丸バツクイズみたいにこの巣に突っ込んで道を開いちゃってください。困っている人間がいるならなんとかするのもジムリーダーよ。やれワルビル。ええワルビルに丸バツクイズさせるの、あ、かわいそう。やめてあげてよ、虐待だぞおっさん。ほらよ、この技マシンをくれてやる。俺様自慢の技マシンだ。全部のポケモンに覚えさせてもいいぞ。地ならしだから覚えられねえ。だって絶対覚えられないかと思った。だって僕メロエッタしか持ってないんすよ。マジでめちゃくちゃだなこのおっさん。もう早くどこ行け。しっし。わしにはお前の才能がどれほどのものかわからんが、行けると思うならどこまでも、やれると思うならいつまでも、好きなようにやればいいじゃないか。限界を決めるのは自分ってことだ。おっさん、いや、ヤーコンさん、めっちゃいいこと言うじゃないか。すいません、ヤーコンさん、生言って。やばい、マジで心に来た、今のセリフ。ヤーコンさん、俺最近ずっと悩んでてん。もう、ついこの間まで、僕はずっと登録者が1000人前後で、で、登録者1万人がずっとずっと僕の夢だったんだけど、その夢が本当に一瞬でパンって叶っちゃって、でもありがたいことなんだけど、その反面、じゃあ今後何を目標にしたらいいのか、本当にわかんなくなっちゃって、ずっとずっと悩んでて、ずっと走り続けてきた、このマラソンのゴールの先に、一体何があるんだろうって。でも、ヤーコンさん、あなたの言葉で目が覚めました。そうだよな。やろうと思えばいつまでも、できることならどこまでも、進んでいけばいいんだよな。
自分の限界を自分で決めてただけなんだよな。頑張ろう。ヤーコンさん、俺頑張るよ。ヤーコンさん、今のセリフ、ヘッダーにしてもいいですか？ヤーコンさんの言葉を、YouTube のヘッダーにしたい。全然こいつの話聞いてなかった。誰だよ、お前！嘘ろ！君たちのことをゲーチスに話した。するとダークトリニティを使い、君たちのことを調べたらしいよ。チェレンは強さという甘い理想を求めている。ベルトやらば誰もが強くなれるわけではないという悲しい真実を知っている。君はどっちも染まっていない、いわばニュートラルな存在。それがいいらしいんだ。この先でプラズマ団が君を待ち構えている。ゲーチスは君がどれほどのポケモントレーナーか試すそうだよ。もう N の声忘れちゃった。どんな風に出してたっけ。すげえ、なんかここバチバチしてる。おー、なんか演歌率えぐいんだよな、BW。本当にめちゃくちゃポケモン出てくる。BW のテッシード面白いんだよな。なんかめちゃくちゃ回る。ほらほら。すげえ回ってる。こんなテッシード見れるの、BW の時だけだからな。あれ、なんか、ダウジングマシン反応してんだけどな。もう、マジで変化率えぐい。おかしくない？だって俺走ってすらないんだけど。すげえ頻度でポケモンが出る。いや、懐かしい。でもここ、なんか、電磁浮遊してる岩があって、その岩と岩を重なり合わせて、ガッチンコーってやるっていう。なあ、もう変化率えぐすぎだろ。マジで頭おかしいわ、これ。光った今！光らなかった今！え、見間違い？どっち？色がわからん。え、光ったよね今、光ったよね。やば。え、これ色違い？全然色わかんない。え、めっちゃ心臓バクバクしてる。初めての俺ストーリープレイで色違い出たの。すげえ、バッチリ。え、わかんねえ色。どこが違う？え、マジでわからん。どこが違う？あー、心臓バクバクする。絶対捕まえる。あー、でもモンスターボールがいい。捕まるかな。モンスターボールがいいな。クイックの方がいいかな。やばい、絶対捕まえたい。やばい。あー、マジでドキドキする。いや、まだね、メロエッタ一匹縛りだけど、ポケモン捕まえちゃいけないとは一言も書いてないから。だってね、秘伝マシンとか必要になってくるからね、後々ね。頼む、モンスターボールで捕まってくれ。お願いします。お願いします。お願いします。捕まれ。ガー、俺の仲間になれ。バチュル。フラッシュとか覚えさせよう。バチュルに。あー、ダメだ。顔でかい。やめて。マジとかさせないで。届けて。これって何？わかんない。これ何？素早さとかなんだっけ？オッケーオッケーオッケー。わかった。状態異常マジでだるいから、麻痺されたらマジでめんどくさかった。お願い捕まって、あとここしかない。頼む頼む頼む。バチルバチルバチル。来て来て来て。お願い来て。来て。お願いします。来て来て来て。あ、お願い。勝った。やった、マジで嬉しい。人生で初めて、ストーリープレイ中に色違い出た。しかもメロエッタ一匹縛り。奇跡だ。マジで嬉しい。奇跡のバチル。奇跡の光。お前の名前は、光だ。お前が俺たちの、希望の光だ。やったー、マジで嬉しい。俺の幻覚じゃないよね。ちゃんと色違いだよね。一回確認しよう。え、控えめだ！すごい！もちろんちゃんと色違いだし。すげえ、控えめめっちゃ当たりじゃない？デンチラって俺育成したことないけど、多分控えめか臆病じゃないかな。やったー、これ全クリした暁には、ケンタで送ってきて育成しよう。まあ、とりあえずこれはメロイタ一匹縛りなんで、バチル置きに行かなきゃ。いやーもう、チェレンに体力も回復してもらって、ジムバッジも5個集まって、色違いも捕まえて、俺たちの未来は明るいよ。押さなきゃ歩くエロ老人最高スタイル放課徒歩2秒てシナリオ通り解放すべき存在なのです。悪いな、ヒーローは俺だ。